はいどうも、シュイティビです。お願いします。というわけでですね、今週1週間は、トークウィークということでたくさんお話をさせてもらいました。それもね、今生配信アプリの、ポコチャというので、ショウヘイ TV が参入するということで、まあそういう経緯で、トークやらせてもらってます。ポコチャやることによって今なんかランクがあるらしいんですよ。ランクがあって下から5番目ぐらいの C ランクに行くとなんかいいことがあるらしくて、目標としてはね、 C ランクに行ったらベルーナドームで野球やりますって宣言しちゃったんで、ぜひとも C1 以上になりたいと思ってますので、ベルーナドームで皆さんやりましょう。もう応援してくれた人はもうベルーナドーム招待していきますので、ぜひとも、応援の方よろしくお願いします。というわけで今回ね、7日目最後のトークウィークとなります。まあ、何を話そうかなって思ったんですけど、まあ、このチャンネルはね、野球 YouTube チャンネルではありますので、野球人生について、お話をしていきたいと思います。まあ、僕は小学校1年生から2年生まで大宮の方で大宮レパーズというね、リトルリーグで少年公式でやってました。で、まあ親の都合で、仕事の都合で、入間にやってきました。でそこで入間リトルがなくて所沢があるってなって、所沢リトルで、ね、参加をさせてもらいました。たまたまメンバーが同い年が1人しかいなくて2人でやってたわけですよ。そしたら後からこう何人か入ってくれて5人か6人ぐらいだったかな。まあ少なかったんです、非常に。でも少ないけど上も下も結構いなかったけど、あまり気にせずやってた印象あります。今ってさ、野球人口減ってて中学野球でもやっぱ人数少ないですけど、あの時となんか同じ感じではあった。なんかすごいたくさんいるチームで野球やってたっていう経験が俺実際なかったかな。中学高校はあったかもしれないですけど、結局中学も先輩が、まあでも一校や多かったな、一校や十何人かいて俺らも17人ぐらいいたけど、まあでも実際ね、まあ自分らの代になれば普通に試合は出てるレベルでありましたし、1校目の代でも高校は出てましたね。中学は出てなかったけど、まあそれもあってね、まあ高校でしっかり投げれたっていうのはあったと思います。でまあ野球人生なんですけど、リトルリーグを始めて、所沢リトルを始めて中1の夏まで所沢リトルでやってたんですけど、同時にまあ中学軟式野球もやってました。だから中1の8月までは4ヶ月間ぐらい、5ヶ月間ぐらいは軟式と硬式をこう両方やってました、在籍して。まあ中学になってからは同い年のメンバーとはもうバイバイしちゃって、まあ人のもう一人なんかはね、あのジャニーズに行ったりジュノンボーイになったりして、今もなんか俳優やってるっぽいんですけど、まあ、そういうやつもいるし、東大出身のご両親がいて息子も東大を狙ってたけど、で高校は開成高校に行ったりして勉強もなんかたまに教えてくれたりしてたけど、慶応とかに行ってたかな、サークルみたいにやったりね、あとは駿台に行ったやつだったり法政に行ったやつだったり、結構まあ様々なんですけど、昔の野球メンバーと今でも連絡取ってるかっつったら取ってないけど、連絡先は知ってるやつもいる、知らないやつもいるっていう感じではあります。いずれなんかまた集まれたらなとは思ってます。野球をやりつつ小学校時代は水泳もやってました。で小学校2年生までは大宮でダンスもやってました。ダンス、体を柔らかくするっていう理由で、でもほんと様々なスポーツをやらせてもらって、まあ、それぐらいなんですけどね。まあ水泳やってたな、随分な。だから若干こう水泳やってたかっていうのもあって、ちょっと肩回りとかはすごいこう背筋とかあったんかなっては、とは思います。でも野球人生なんですけど、野球人生一番初めに守った守備キャッチャーなんですよね。もう翔平といえばキャッチャーみたいな感じで、ローリングスのキャッチャーミットを使って、硬かったなあれを使って昔はやってました。キャッチャーやりつつ、まあ肩が強いなってことで、まあ外野もやったり、まあ、ピッチャーも小5から始めたり、まあやってましたね昔は。まあホームランも、でもリトルリーグなんでホームラン 60m なんですけど、昔はなんかあんまり打ててなかった気がしますけど、まあ硬式やって、まあ、肩も強かったしピッチャーもたまにやってたから、そのシニアとかボーイズ入りたかったけど家の環境でできずに、まあ中学野球入ったら、なまさかなんか草むしシリをやらされたり、監督さんにこうなんかの目を見なかったら後ろ向いて正座しろとか、なんかそういう時代だったんですよ。すごく怖い恐怖の野球人生でありました、中学時代は。でなんかね、準備とか早くするために早めに1年は行かなきゃいけないし、草むしりをしなきゃいけないし、学校でこうなんか問題起こしたら部活やらせてもらえなくてずっと草むしりやれって言われるし、なんかそういう野球人生ではありました。でも休まず来てたし、もう本当に絡んでないんですよ、全くみんなやっぱね、いろいろこういろんなとこに行って仕事してると思うんで絡むことないですけど、まあ、いずれなんか集まれたらいいなとは思いますけど、なかなかそれはうまく、たまに会う時はあるけどね。中学の時は
あの1年は出れず、2年も出れず、3年になって、2年のあれか、先輩が引退したとか、あとからは外野手でレフトで、レギュラーで出てました。ずっとだからずっと背番号7番でした。多分これラジオとかでもいろいろ言ってるんですけど、今までね、いろいろ言ってるんですけど、外野手って多分8人ぐらいいたんですよ。8人ぐらい、全部で8人ぐらいいて、そのうち の, あの3つの守備位置を獲得したんですけど、やっぱこう均等にさ、こうノックとかするときってさ、なんかこう例えば2、2、3とかでこう守備守るじゃないですか、普通って。俺それ普通だと思ってた。普通じゃなかった。うちの自沢中の野球部はレフト俺1人、シートノック、ベンチでこうみんなジャンプしてこうバー走るわけよ。バーって走ってレフト行くよみたいな。もういきなりレフトなんですよ。1人しかいないわけよ。センター2人、その後ライト5、6人いたのよ。なんでやねんっていうね。何、ノックの時先にライトやってくれって思った、ずっと。でまあそのライトもさ、じゃあとライト、外野っていうやつもいたし、ライトしか守ってないやつもまず4人ぐらいいたし、まあそれは本当にうちのそのめちゃめちゃ怖い監督さんが、今多分小学校の校長先生やってると思うんですけど、その人がなんか考えてくれたんかな。なんかやっぱ俺がもうレフト1人だったから、なんかもう僕以外は出す気なかったのかなってすごい思います。すげえ嬉しいことだと思いますけど、ノックの時にダッシュできてないからやり直しって言って、それを何回も何回もやらせんのはマジで困ってました。レフト1人しかいないのに、必ずレフトからスタートじゃん。それはちょっと困ってました、すごく。その1校目の先輩が狭山経済に行ってて、まあ僕も狭山経済行ってみようかなみたいな、近いし、なんかこうすぐにこう試合出れそうだなっていう、ちょっと舐めた感じではいたんですけど、まあ先輩がいるってことで狭山経済に体験してキャッチボールとかやらせてもらって、まあ、先輩の後を追うように行きました、狭山経済に。その先輩はね、中学時代部長を務めてたんですよね。だからすごく幹部であったんですよ。キャプテン、副部長、部長をキャプテン、副キャプテンってこうに入ってる先輩で、すごい頭も良くて、すごい中心人物であったんですけど、その人と同じ高校、まあ、しかも唯一の同じ高校で、同じ野球部でやらせてもらってました。まあ最初はね、やっぱ僕なんかさ、こう出てもないし活躍もしてないんで、もともと外野手で入ったんですけど、高校は足を遅いってことで速攻クビになって、ピッチャーオンリーになりました。でたまにこうバッティングがいいからってファースト守らせてもらったこともありますけど、まあ基本的にはピッチャーオンリーでやらせてもらったんですけど、ピッチャーの時も本当に先輩1人ピッチャーで、タメが3、4人いたかな、3人ぐらいかな、4人ぐらいだから3番手ぐらいでした。先輩の時も3番手ぐらい。そう、2年、その1個上が3年、俺が高校2年になった時の時点で僕は3番手でした。その時は今みたいに鬼スライダー投げてました、ツーシーム投げてましたとか全くそういうのなくて、125キロとか126キロとかの球を投げていたんですよ。そしたらなぜか高2の5月ぐらいに1日休みを、試合休み試合っていうスケジュールがあって、そこで、まあ、投げる休み投げるって感じだったんで、肩を休ませてってことで、まあ、たまたまもらったオフで横浜中華街に家族と行きました。家族と行ってフカヒレまんとかフカヒレラーメンを食べたんですよ。フカヒレラーメンを食べたっていうのがすごい強いんで覚えてますけど、その翌日試合ですよ、試合投げますって言ったら、まさかの125キロか6キロぐらいのマックスでずっと行ってた自分が急に132キロだったんですよ。球速が6キロ上がるっていう、それよくわけわかんないことが起きて、132キロになって、でそのマネージャーたちも、いやこれ絶対これなんかエラーだよねって言ってたんだけど、まさかの記録を見たら126キロってのもあったけど、127キロ、128キロ、129キロ、130キロ、131キロ、132キロまで来てたんです。マジかと、じゃあガチじゃんみたいな。例えば120キロの人が急に150キロってなったらさ、嘘だなと思うけど、エラーだなと思うけどさ、まあ、そこで、まあ、なんか100、126キロからちゃんとこう1キロずつこう上がっていくみたいな、そういう記録があったので、132いったじゃんみたいななってました。で昔はね、130キロ投げたらとりあえず、まあ結構速いなっていう感じであったので、まあ、全然高校2年の時点でそこまで投げれたならもう自分は良かったなとは思ってました。でも132キロで、結局その夏隊は、その先輩の夏隊、最後の夏隊では、僕がこう背番号11番ながら、1番と10番と11番あと10なんか何番かいたんですけど、まあ、3番手なんてもちろん僕なんか出れるわけなくと思ってたんですけど、最後の最後で夏隊で先発で背番号11番の僕が投げるっていう、私も川越初刈球場っていうところでね、投げたんですけど、所沢商業ってところ相手にね、古豪で伊藤勉さん の, 編入した後の母校ではあるんですけども、
そこで2年でね、あの先発して、まあ失点はしましたけど、最後はあのバックスクリーンに僕ホームラン打ったんですよ、ライナーでバコーンって。それがすごい唯一の思い出っていうのはあります。はい、でこの間たまたまね、助っ人に行かせてもらった時にたまたま初狩りだったんで、ナイターだったんで、僕懐かしいなっていう思いをしながら、あの草野球を本当に13年ぶり14年ぶりぐらいの懐かしいなと思いながら、あの草野球やってました。だから今になってもね、あのそういう記録、記憶っていうのは忘れもしない話なんでございます。まあ本当にそれって野球人生何があるか分かんないですし、急になんか球速も上がるし、なんか夏隊で初めてホームラン打ったのがさ、ね、バックスクリーンっていうのもおかしいし、なんかすごい何があるか分かんないなっていうのは思いました。まあそういったところで、まあ結局そこで1勝もして、まあ負け、その後負けちゃって引退はしましたけども、あの自分らの代になって2年の秋は県大ベスト16まで行きまして、徳春に 4-0 で負けてベスト16だったんですけど、あのそこでもまあ 4-0 だからまあいいでしょって、もう本当に大差で負けると思ってたんで、僕的にすごいたくさんのこの神経を使ってピッチングをしたので、あの言ってしまえば、あの本当全部の引き出しを使いました。あの時持ってる例えばスライダーも、上から投げるスライダー、横から投げるスライダー、ツーシームなくてシュートだったんです。シュートも横からシュート投げたり、上からシュート投げたり、あのまっすぐもこう真下にして藤川球児投げにしたり、ちょっと横にしてこうコントロール重視にしたりとか、あとスピードもちょっとこうね変えたりして、マジでもういろんなのを使って、まあ本当横から投げてもストライク入ったんで、本当そうやって試行錯誤しながら相手にこうなんか一個の的を絞らせることなく、本当にそうやってピッチングをしてました。いやだからね、すごいね楽しかったですよ。まあそんな感じの、あの野球人生ではありました。はい、でまあ夏隊もあの2勝して、最後はあの本庄第一というね、全大会僕が2年の時に甲子園に行って1勝したんかな、ところ負けて引退はしましたけども、その後はすごくこの学生野球終わった後がやっぱすごいやっぱ楽しいなっていうのはありましたんで、まあ今動画を見てくれてるあの子供たち、中学高校上がった後も、あの大学でも社会人でもクラブチームでも、あの草野球でも全然野球を楽しめるので、もう野球に関してはもう本当に石にねかじりついても離れないような感じで、もう愛情を持って大好きな野球を、ぜひとも続けていってほしいなと思います。まあこんなところで、トークウィークということでね、あのたくさんお話をさせてもらいました。1週間ね、たくさんいろんな昔話をさせてもらったりね、交流のある YouTube 話させてもらったり、いろんなエピソードを話させてもらいましたけど、いかがだったでしょうか。なんかまたねこういうことをやってほしいなと思った方は、コメント欄にしてほしいなと思いますので、お待ちしてます。そしてこういう話をね、今後、ライブ配信アプリポコチャでちゃんとリングライトを使って、なんかちゃんとコメントも読んでなんかお話をしていきたいと思いますので、この、ポコチャ、登録をしてくれて、まあ、僕をその C ランクに上げてくれた皆さんはもうベルーナドームに僕連れてきますので、ベルーナドームで一緒に野球やりましょう。今後ともよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。